大谷翔平は日本国内はもちろんアメリカでも最も人気の高い選手の一人であるが、二刀流の野球技術だけでなく人間性も素晴らしい選手として知られている。去年アメリカンリーグ最多本塁打記録を更新する62本塁打を放ったヤンキースのスーパースターアーロン・ジャッジも、彼はライバルではない、友人として競い合うのを楽しんでいるし彼のファンでもあるんだよと語るほど、自ら大谷ファンを公言し大谷の虜である。多くのプロ野球関係者から人格者だと言われている大谷翔平、ファンもそのように思われている方がほとんどだと思います。ところが一部では大谷翔平は意外と情がないと囁かれている。今回はそこで大谷翔平の恩師栗山英樹監督に対するありえない一言について検証していきます。実は天の弱系の大谷翔平、栗山と大谷は二人三脚で前人未到のプロでの二刀流に挑戦した。日本ハムでの5年間で育まれた師弟の絆は強い。最初の出会いから監督と選手であるがゆえ、大谷と栗山は多くを語り合う関係ではない。だが2人に心が通じ合っているという感覚はおそらく共有はできている。言葉が行き来しなくてもお互いを理解しうる関係だ。大谷のメジャーでの大成功も大谷の性格や行動を熟知する栗山の指導によることが大きい。栗山は WBC 優勝後、大谷がアメリカとの決勝の9回に登板した舞台裏をテレビで明かした。特に翔平はそうですけど、こうしようよというと天の弱系なので、決勝の登板の要請は一切言わなかったですと、あえて打診はせずに大谷側からの提案を待ったという。栗山にとって大谷翔平はあまり素直でない天の弱系の選手に入るようだ。栗山は大谷を評し、よくあっち系の人という。元をたどれば天の弱とは、他人の心中を察することが巧みで、口真似、モノマネなどして人の意図に逆らったり素直でないのだが、屈服されたりもするという妖怪のことである。本心とは正反対のことを言ったり正反対の行動をしてしまったりする人のことを指す言葉だ。決勝戦3日前の練習日、大谷は栗山に、体の戻りさえ良ければ最後いけるかもしれないですと決勝登板の志願とも取れる言葉を伝えた。栗山は以前からアメリカとの決勝では大谷をクローザーとして起用する構想を描いていた。それは監督準備しておいてくださいよという感じもある。監督が使いたいなら1イニングくらいはいけると。僕は待ってたので、それを多分僕が投げてほしいというのは彼も分かっていたと思いますけど、暗黙の空気感でと、日本ハム時代からの阿吽の呼吸だったと語る。決勝戦当日、栗山は翔平の確認をしようとするが、本人はあっけらかんと、大丈夫です、準備は自分でしますという感じであった。こちらが逆にブルペンまでの動線を考えたほどだったという。栗山を支える岸直樹マネージャーは当時を振り返り、監督はベンチ裏の選手ロッカーの周りをうろうろしていて、ブルペンにつながる通路を探されていたんです。アメリカは大谷選手が最後に投げるとか分かってないので、作戦を隠すためにもここを通っていけばブルペン行けるんだっていうのが監督は分かっていた。そしたら大谷はしっかりベンチを通ってからブルペンに行くという、親の心こしらずと言いますか、監督自ら汗だくになって探しているのに通路を使わず表から行くというと苦笑いした。試合中ベンチ裏の通路を使わずにブルペンへ向かった大谷について、栗山は試合中ブルペンにレフトを歩いて堂々と向かっていった、そのこと自体も楽しんでいるように見えたと、アメリカにバレても構わない、大谷には抑える自信があったかもしれない、そして最後は投手大谷対チームメートでアメリカ最強打者の一人
マイク・トラウトという夢のような物語にたどり着いた。大谷は栗山の期待通りトラウトを三振に打ち取り、侍ジャパンを世界一に導いた。このような天の弱、あるいはクソガキと呼ばれる大谷の言動は、都内で行われた記者会見でも発揮される。今年1月6日、栗山英樹監督と大谷翔平は一部メンバー12選手を発表した記者会見に出席した。多くの報道陣からまばゆいフラッシュがたかれる中、栗山監督はホーム用の白地のピンストライプのユニフォーム、大谷はビジター用の紺色のユニフォームを着て登場した。特に多くの野球ファンが大谷が部屋に入ってきた時、最初に思ったのは、なんてこった、かなりのイケメンだな、俳優みたいじゃないか、映画に出るべきだ、という感じだったと思う。記者会見とはいえ、久々の日本の晴れ舞台での登場に日本中が高揚した。193センチと背が高くてハンサムで、なおかつ小顔でスタイル抜群。見るものを吸い込むような澄んだ瞳。この時28歳と年齢が若い割に、真のプロフェッショナルな立ち振る舞いだった。そして背番号16のスーパースター大谷は、約17分の質疑応答で世界一奪回にかける思いなど落ち着いた口調で語り始めた。大谷翔平の栗山監督への冷たい言葉。そこで報道陣から、出場を決断するにあたって栗山の監督の存在は？と聞かれた大谷は、本人を目の前に本当に申し訳ないですけど、と前置きした上で、おそらく誰が監督でも出たいなという気持ちは前向きだった。そこはおそらく変わることはない。と、現在の偽らざる心境を正直に答えた。多くの報道陣は、嘘でもいいから、栗山監督でなかったら出場していない、という、指定愛の言葉を期待したはずだ。それに対し栗山監督は、翔平ここで言うのかよ、という感じで苦笑いを浮かべ少しうつむいた。大谷は続けて、ただ自分の知っている監督が指揮を取ってくれるのかそうでないのかは選手にとっては大きいところではあるので、決断のしやすさは栗山監督だからこそというのはあるかもしれないと思う。今回いい選手が集まってくれているのは、そこに要因があるんじゃないかなとも思います、と一応のフォローも忘れなかった。大谷は後に、 WBC は野球を始めて小学生の頃からずっと見ている大会であり、いつか出てみたいなと思っていた憧れの大会だという。前回はなかなかタイミングも合わず出れなかったということを考えると、すごく特別な気持ちがあります。すごく個人的には楽しみにしていますし、優勝を目指して頑張りたいと思っています、と語っている。しかし、大げさではなく、世界中の野球ファンが注目しているこの記者会見で、言葉を飾ったり、盛ったりするのが普通で、恩師であるはずの栗山監督に対する冷たいとも思える言葉に、報道陣も失笑するしかなかった。基本はクソガキでやんちゃな大谷翔平。もともと日本ハム時代から、大谷は二刀流の他に、選手や監督、球団関係者に、クソガキと呼ばれるいじりも売りである。どこまでが本心でどこまでが冗談かわからない時もある。顔見知りの記者に大谷の体が触れただけで、あたた、怪我をした、とはしゃいで見せたこともある。元 WBC では3月9日、1次ラウンドの中国戦のことである。緊張の初戦、黙って見ていられなかった横浜 DeNA ベイスターズの牧秀悟はベンチの前列に座り、両腕を使ってスイングの確認をしていた。その様子を後ろから見ていた大谷。この試合、投手で3番として出場していたのにもかかわらず、いきなり牧の首元にそろりと手を当て、思い切り上にかき上げた。自慢の刈り上げた後頭部をいじられた形の牧は、思わず首かっくんしたようなリアクション。それを見た大谷は、子供のように笑っていた。テレビの中継映像でも、ベンチ内で牧に対してのいじりが捉えられると、動画がツイッター上に拡散。ファンからは、大谷さん、牧をロックオンした模様。
マキいじられるの見ると安心する、と衝撃を受けた様子の声が上がった。さらにクソガキの頭文字を取ったネット用語 KSGK 草のほか、またまたいたずらっ子がムクムク出てきたぞ、など大谷のいたずら好きな一面にファンは虜になった様子だった。ただマキはデスター社のホームランポーズでおなじみの侍ジャパンきってのムードメーカーで、大谷はいじる相手を選んでいるようにも見える。また大谷翔平の性格を語る上で外せないのは、岩手という風光明媚でおおらかな田舎で生まれ育ったことと家族愛にある。大谷のまっすぐでおおらかな性格と何かに向かって突き進むエネルギーは、この2つが幼少期からの人格形成と歩みに深く影響したといえる。食事にしても睡眠にしても、24時間という限りのある1日の時間を野球のために惜しみなく費やす姿勢は、メジャーリーガーとなった今も変わらない。そこにあるのは大谷の圧倒的な向上心だ。そして大谷は兄と姉を持つ末っ子で甘え上手ということだ。ある日、両親が姉に買ってあげた自転車を翔平がこっそりと一人で持ち出したことがあったという。翔平の母、加代子さんは娘とは年が2つ違い、何を買うにも同じようなペースで2人に買ってあげるんですけど、先に姉に買ってあげた自転車を運動神経が良かった翔平がこっそりと乗ってしまったことがありました。そうしたらどこかで倒してしまったのか、買ったばかりの自転車のカゴを壊して帰ってきたことがあったんですね。姉はカッとして怒る性格でもないので、翔平壊しちゃったみたいな感じで言うんですけど、壊した本人も悪びれることなく、その時はしれっとしていましたね。そしてかよこさんはさらにこう続ける。あとはやっぱり下の子なので要領がいいというか、例えばお姉ちゃんが怒られている姿を見ると、翔平はその怒られたことをやらなかったりするんです。周りを見て何かを感じ取ることが上手だったので、あまり怒られるようなことはしなかったのかなと思いますね、と語る。また思春期を迎えた中学生の頃によくあるいわゆる反抗期というものが翔平にはなかったという。栗山英樹との本当の関係。日本ハム時代の栗山監督は、大谷の二刀流としての体が出来上がると世界一の選手になるためにあえて嫌われ役を買って出るという考えを明かしていた。アメリカでは大谷が外国人選手になり、厳しいことを指摘されにくい立場になることを想定しての親心だ。当時の栗山監督は、翔平が世界一になるステップを踏めるかどうか、全てはそこなので、これからは本当に嫌なことを言う係にならないといけない、 LINE のメッセージが入るとイラッとするような、返事を返さなくていい、イラッと思うところは頭に入る、そこは考えなさいという部分と、遠く離れても気になる部分は指摘していくと語った。日本プロ野球時代、栗山監督は報道陣の前で大谷のことを褒めず、ダメ出しばかりしてきたが、その意図はしっかり大谷に通じていた。大谷が笑みを浮かべて、監督室では体は大丈夫かとか、報道陣への言葉と真逆の感じなんで、表向きにそう言ってもらっていることに感謝していますし、僕のことを守るためにやっているんだなというのは記事を見て感じるんじゃないかなと思うので、そこは本心、発信の意図を理解していたのでありがたいなと思います、と明かした。それは今でも変わらない。その証拠に WBC で優勝を決めた後、大谷は栗山監督とのツーショット画像を公開した。グレーの優勝 T シャツに袖を通した大谷、左拳を力強く握り、隣に立っていたのが栗山監督だった。キャップを前後ろにかぶり、人差し指を立てたポーズ、二人は肩を寄せ合い笑みを浮かべている。文面には何も記されていなかった。日本時間3月26日日曜朝に届いた粋な指定愛に対し、
恩師とのショット素敵ですね。栗山監督との強い絆、とても嬉しいです。日本ハム時代からの絆を知る日本人ファンから感涙した様子のコメントが相次いだ。もはや多くを語るまい。全てはこの画像に含まれている。